回は僕が主役だぞ。言っても初っ端から出てこないでよ。あんた小さい子にトラウマ植え付けれる顔してんの理解しなさい。っていうか最後どうやって増えたのよ。あ、姉を、胸ぐらつかまないでくだせえ。あれ、ふ、ふ。まあ、まあ、せっか今回はそこまでにしてあげたら。とりあえず吹っ飛べ。俺なんかしたっけ。ご主人。さて、本編始めちゃおっか。ここまではお決まりの展開なんだね。おい、どうするんだよこれ。兄貴、これはさすがにヤバいっすよ。姉子の高級プリンだと知っていればこんな失態。待て、今さらそれを言っても仕方ない。なんとかしないと。とりあえず部屋に帰る。待て豆腐野郎、お前が最初食ってたんだろうが。知らんな、それに全員一口食べたらそれはもう全員有罪を。ならせめて、マジ事である愛が助からないと救われないんを。お前が一番悪いんだろうが。待て、よく考えろ、お前は世の中の人間によく逃げられてるんを。それはお前もだ。しかもお前の同族は人を食べてすごく嫌われてるんを。だからそれはお前もだ。お前は直線が無駄に速い分ムカつくって苦情来てんだろ。それ言ったらお前はいつも不意に現れて心臓に悪いって言われてるだろ。だからそれはお前もだ。というかお前あれか、自分のこと棚にあげて暴言ばっか吐いてるアンチか。あいつらと一緒にするな。落ち着けお前ら、とりあえずプリンを片付けないと。そうだな兄貴、それで数日はこの家から離れないとな。いや待て、いっそのこと高級プリンの欠けた部分を市販のプリンで補うのはどうだろう。なるほど、それなら、なら早速買ってくるしかないな。それじゃあプリンを回収っと。あ、ねえ、なんかプリンは種になってない。毒々しい色してんな。もうあれ、プリンじゃない。待って、もう時間ないぞ。さすがに紫のプリンは見たことない。グレープ味といえばなんとか。ゼリーじゃねえんだよ。ただいま今帰ったわよ。悪魔の降臨じゃー。やばいやばい、どうするどうする。仕方ない。おお、まさかここに来て。兄貴、青鬼、Y の得意技って知ってるか。え、クワッティにそんな得意技あったか。お前。仕方ない、兄貴に見せてやるよ。次、直線高速大車輪。あの野郎、逃げやがった。あれ、私の大切に置いておいたプリンがないわね。やばい、時間がないぞ。とりあえず、これを隠さないと、時間さえかければ、だけし。お前ら、何やってんだ。それは、あのですね、プリンが落ちてたから拾うと。問答無用じゃ、ボケども。助かったんを。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。